さて、本日ご紹介するジャンク、こちらです。コンクリート、こちらのおすすめのジャンク集めロケーションご紹介していきたいと思います。さてですね、コンクリート、意外とね使わない方も多いと思いますけど、結構キャンプ作りガチ勢の方とかはね、コンクリートガンガン使うんじゃないかなと思います。床とかにねコンクリート使っちゃうからね。でコンクリートってなかなか意識して集めないから、どこにあるって方も多いと思うんでね、まあ、ちょっと自分がいつも集めてるおすすめポイントをねご紹介していこうかと思います。ではまずはこちらですね、まあ、こちらこのボグタウンですね、放棄されたボグタウン、こちらでセメント袋大量に集まってますんでね、ちょっとご紹介していこうかと思います。よいしょ、ほいほい。でですね、まあどこにあるかっていうとですね、まあこの建物、この大きな建物ですね、この大きな建物の、ここからこう登ってっての2階です。ここですね、ここから入っていけばもう、ですね、この入り口にここにあります、ここにありますんでね、取っていきましょうかね。セメント袋、これさて我々だ、我々はこことここにまた4つありますね。でここにまた1つで、ここにまた1つありますね。これだけです。これで大仏に入ったんでね、ちょっと行きましょう。結構重いんでね、ちょっと近場に解体できる場所ありますけど、ちょっと消えたんでね。でここはワークショップなんでね、取ってもいいんじゃないかなと思いますけど。で12ですね、12ありましたんで、分解しますと84、がっついですね、がっつい手に入ります。さてお次行きましょうかね。はい、お次はですねこちらです、モノレールエレベーターですね。マップで確認しますとこちらです。行きましょう。こっちちょっとね、位置が高いんですよね、集める位置が。落下注意です。よいしょ。上まではね、よいしょ。エレベーターで行きます。ちょっと落ちないように慎重に行きましょう。ちょっと遠回したけど、はい、こちらですね、こちらにセメント袋ありますんでね。でこちらにね、ダンベルの重りがありまして、こちらの鉛も手に入りますんでね、まあ、一緒に集めてみるのもおすすめかなと思います。ちょっと今回はセメント袋だけにしておきましょうかね。ちょっとでも落下注意、落下注意、よいしょ。ちょっこんなもんかな。で、まあ、ちょっと分解しに行きましょうかね。パワーマー着てればね、ピョンって飛ぶのも結構楽しいんですよね。よいし
まりなんかで困っている方はね、こちらもおすすめです。あとはフュージョンコアなんかもありますよね。ちょっと分解していきましょう。ちょっと重いんでね、セメント袋とか結構重いんでね。よいしょ。やっぱりサバイバルテントがあるとかなり楽ですよね。よいしょ。でこちら10個ですね。で70個です。手に入りますんで、こんな感じで手に入ります。さてお次行きましょう。はい、続いてご紹介するのはこちらですね。R&G 加工サービスです。こちらにもねまとまってコンクリートありますんでね、ちょっとご紹介しておきましょうかね。こちらちょっと自分ね知らなくてね、教えていただいたんだけどね、教えていただいたんですけど、こちらにねちょろっとまとまってあるんだよね。ここんな感じで、ね、まとまってあるんでね、まあ、ちょっとサクッとね集める部分ではおすすめじゃないかなと思います。こんなもんかな。ゼットルバイクね手に入りますんでね、よいしょ。ちょっとこちらもね敵がちょこちょこいますけど、先に倒しておいたんでね。まあ、これでセメント袋8ですね。セメント袋8で分解して56個、こんな感じです。さてお次行きましょうかね。はい、さてお次のおすすめポイントはこちらです。ハーパーズフェリーですね。実はこちらにもねコンクリートが少しあって、ちょっとおすすめなポイントがありますんでね、まあ、こちらですけど、まあ、入り口入ってこちら側ですね、こちら側から入って、でここにこのくるくる回ってるのの着にねあるんですよ。ここに1、2、3、4、5、こっちか、6、7かな、こんなもんだったかな。ここはね最近ちょっとね取りに来ないんだけど、昔はベンダーのあったもう一個キャップ回収の時に、ね、ここにねコンクリートを取りに来たのね。で分解もこれでできますね、サクッと。で56個ですね。とまあこんな感じでね、今回コンクリートのおすすめロケーション紹介しましたけど、まあ、コンクリートに関しては、まあ、これといって急に使うことはなかなかないと思います。やっぱりキャンプの土台とかで使うぐらいで、特にはね、コンクリートないってことはないとは思うんですけど、今回結構ご紹介したところがレベル高いとなんだよね。自分も初期エリアとかではあんまりコンクリートを集めてなかったんでね、こことかね、ブラックウォーター鉱山のねイベント中のイベントのところにもね3つがあったりしますし、まあ、その他のところにもねちょこちょこありますけどね、今回こんな感じでいっぱい集まってるところってなかなかないんでね。まあ、コンクリートに関してはねそこまでね有用ではないと思いますけど、まあ、もしねキャンプとかで土台足りないなってなった時にね欲しいなと思ったら、こういうところをね回っていただければねたくさんありますんでね、もしよろしければ参考にしていただければ嬉しいです。では今回ねコンクリートのおすすめロケーションでした。